はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。最近、商品名の文字数に関する新たなエラーも出てきましたので、そのエラーが起こる原因と対処方法、またそのエラーが起きないようにするための提案をさせていただきたいと思います。では、早速話をしていきます。一昔前は、商品名って、とにかく長ければ長いほどいいって言われていたんですね。なぜならば、SEO、要するに、お客様が Amazon 上で商品を購入する 際に文字検索を基本的に行うわけですがその検索結果でご自身の商品がヒットするためには自分の商品に関するありとあらゆるキーワードをタイトルに入れておいた方が得じゃんっていう考え方があったわけですこの考え方自体は現在も通用するんですが最近商品名に関するあるエラーが出てきました文字数に関するエラーです 具体的に申し上げると、まずは長めのタイトルで出品登録した際は、問題なく進めたにもかかわらず、その後在庫タブ、在庫管理から商品の詳細をクリックし、商品の情報をチェックしようとした時に、商品のタイトルのところに赤い枠が表示されて、何文字以内にしてくださいと修正を求められることがあります。基本的にこの文字数を少なくしてくださいという通知が出た場合は、記載されている文字数に関わらず、 1> 1単語だけ削ってて度保存してみるその後しばらく経って見てみてエラーが消えていれば指定された文字数以上であろうがなかろうが問題ない。 これが基本的な対処方法でした。しかしながら最近出てきた新たなエラーというのは指定された文字数以下にして保存してもずっとエラーが出続けてしまうというものなんです。これについて Amazon のテクニカルサポートに問い合わせると親衛心がエラーを起こっているので別の親衛心を作って そこに商品ををままとめめめててくくだささいいいっていううややれれなくはななはけどちちゃめちゃ手間かかるようなやり方を指示されます正直、現実的ではない解決策なんですね。では、どうすればいいのかという解決策を2つお伝えいたします。アメリカアマゾンで販売している方であれば、一度該当商品の返送手続きを行い、アメリカ国内の提携先の倉庫などに商材を送り、新たに出品登録を行う。 というやり方です。新たに出品登録を行った際に、名文字内にしてくださいというエラーが表示されていたのであれば、今度はあえて短めの商品名で新規出品登録をし、その新しく新規出品登録したページに、詳細をまた戻す。 という流れになります。具体的には、提携先のアメリカ国内の倉庫に送った商品のラベルの貼り替えをお願いして、その商品の FBA 再納品をやっていただくということです。要するに、エラーが出たページを捨てて、新しいページで同じ商品を再出品し直すというやり方です。コスト的にはロット数にもよるんですが、数千円から少なくとも1万円未満ぐらいで行えるかなと思います。二つ目のやり方が、今ご覧いただいている こちらの商品名のガイドラインという公式ヘルプに関わってくる話なんですが、端的に言えば各カテゴリーごとに設けられている商品名の文字数の制限をしぶしぶ飲んで初めから短い商品名で登録するというやり方です。前述した通り、このやり方だと seo 対策の効果が薄れてしまうという決定。 点はあるものの文字数をいくら短くしてもエラーが消えないっていうことを防げることが予想できます実際にこちらのページ見てみると商品名はスペースも含め商品カテゴリーの推奨文字数に従う必要がありますってざっくりと書いてあって で一体それが何文字なのかっていうのが書いてないんですねその下の商品名の長さというところにもカテゴリー別のスタイルガイドには異なる商品名の長さが記載されている場合がありますこれはそのカテゴリーの商品の出品で推奨される代表的な商品名のスタイルに基づくガイドラインですとやっぱりざっくりと書いてあってさらにその下だとヒントのところに商品名は簡潔にします80文字未満をお勧めしますというやたら短いタイトルを推 推奨されてしまっているんですが具体的にどこを見ていけばいいのかというと商品名の長さの項目のすぐ下にあるカテゴリー別のスタイルガイドを左クリックしてください在庫ファイルテンプレートスタイルガイドブラウズツリーガイドというページに来ます非常にこのページ見づらいんですが下の方にスクロールしていくとファイルテンプレートスタイルガイドブラウズツリーガイドという表が出てきますそして各カテゴリーごとに存在している PDF ファイルのスタイルガイドという いうもののに文字数の制限などが記載されています具体的に、例えば服、服ファッション小物について見ていきましょう。服ファッション小物 PDF を右クリックして、新しいタブで開くをクリックしてください。すると48ページもの資料が出てくるんですが、大切なところはタイトルなので、目次でいうこちらのタイトルスタイル4ページを見てみましょう。商品名の一つの見本として、例えばブランド名を入れて、その あと分類やサイズ情報を入れて、最後に商品名を入れましょう、など書いてあるんですが、この次のページに表があります。こちらの表の do、要するにこうやってくださいのところに、80キャラクターズマキシマム、最大80文字と書いてあります。つまり服、服ファッション小物については、80文字以下の文字数にすればエラーは起きないだろうということが推測できるわけです。同様に文房具オフィス用品について見ていきましょう。 エレクトロニクスを参照してくださいと書いてあるので、エレクトロニクスの PDF を見てみます。右クリックして、新しいタブで開くをクリックしてください。こちらが該当の PDF 資料になります。タイトルスタイルについてチェックしてみましょう。こちらのカテゴリーについては、150キャラクターリミット、要するに150文字の文字制限が設けられています。このようにカテゴリーごとに商品名の文字数制限は異なりますので、めんどくさいですけれども、出品登録 登録する前に該当するカテゴリーの商品名の制限が何文字などかチェックしておくと新規出品後もしくは販売開始後に商品名の文字数に関するエラーが出る可能性を極力下げることができますただ繰り返しになりますが商品名を短くすればするほど SEO 対策的には不利になってしまうので正直苦渋の選択と言えますというわけで今回は最近出てきた商品名の文字数に関するエラーについての の解説をさせていただきましたちなみに先ほどチェックしたスタイルガイドについてなんですが英語なのでかなり見づらいとは思いますが商品ページの作り方などもいろいろな具体例が載っていますのでぜひこちらも合わせてご確認いただければ幸いです最後までご清聴くださりありがとうございました